い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。じゃあ次は第17話ですね。ウォルフガングアジト、なかなか機械的なところだね。腹が立つってどうしたんだウォルフガング様は。スポンサーから連絡があった。ミスター X、 金払いはいいがコキ使ってくるからなって。でもまあさ、金払いがいいんだったらまだマシだよね。コキ使われて金払われてないってなると最悪だからね。確かにすごいとは思いますけど、ちょっとあれは、あれって何？我々ではあれの性能を引き出すことはできません。パイロットがいなくてはただのガラクタと。誰か雇ったのかな。おお、こいつは強そうだ。誰ですこの人。エースのジョーだ。聞いたことがないか、知らん聞いたことないよそんなやつ。連邦軍の超凄腕パイロット、数々の勲章に輝きエースの名を欲しいままにした男。ああ、命令に逆らったのか。まあね、上官の命令は絶対だからね。人に命令されるのは性に合わないたちだ。なるほど、だから連邦軍辞めたのか。まあ、辞めたっていうか多分命令違反犯したんだろうね。マイトガインを倒す、ただそれだけ。まあ任務を遂行すればそれで構わんっていう感じだね。こいつの最高傑作ってどうなんだろうね。なんかあんまり大したことなさそうな気がするんだけど。あれの復元にも成功したんだ。なんかあれが多すぎるよ。火星まで行ったんだ。金はあるんだねこいつら。ヌーベルト・キオシティ、またこいつか。市民、こいつは絶対不良だな。髪が紫の段階で絶対不良だよ。お、ジョーが出てきた。まあ、ジョーもさ、髪青いけどね。まあ、基本的に髪の黒いやつとかいたっけ。だってサディもさ、髪の毛茶色だったよね。だけの男か。あ、本当だ、結構意外に元気だな
マイトも強いんだ。いやーこいつサリーはあれだな、トラブル体質だな、しょっちゅう巻き込まれてるよね。一応さすがにエースの顔までは知れ渡ってはないのか。見抜かれている。アウト工場、地下格納庫。巨大なアークね。結構ドライだね、Bちゃんは。でもまあ B ちゃんだったらね、ジャンクは去ってたからね、いろいろできそうだけど。てかこの時のハサウェイってさ、どういう立場なの？マヒティは名乗ってないのかな？チェーンは生きてるんだね。マイトガインへの挑戦状。なにー、マイトガインあんまり鍛えてないぞ。1対1の勝負か。武器だけでも鍛えとけばよかったかな。ロコモライザー動かせないんだ。ダイバーズもメンテ中。第17話、登場、宿命のライバル。お、最高傑作ソニック。でも確かにちょっと強そうだね。しかも悪くないって。ジョーも同意している。
今から飛竜だ。こだわるね。飛竜という名が似つかわしいって。こいつか。こいつこそ鍛えてねえぞ俺。トライボンバー、いやースクラップにされちゃう気がするんだけどな、どっちかっていうと。どうしても勝てない敵が相手なら逃げて時間を稼ぐのも一つの手だ。はあはあはあ、とりあえず精神コマンド。あ、不屈があるじゃん。不屈2回唱えられるね。ってことはだよ、相手のターンで反撃をしよう。ボンバーガントレット、いやどうせ正義の心とか言ってくるんでしょ。根性ガッツ、ほら正義の心だって。300か。ちょ、レベル差がありすぎんな。何レベル ?20 レベルでしょ。俺さっきレベル上がって11だもん。まあ不屈を唱えよう。この繰り返しだな。2ターンは持つね。 70% か。ガハ。で不屈はちょっと次にならないと唱えられないから、300くらって不屈が8分の1だっけ、8分の1にするから2400、まあ2500くらいか、普通に食らうと。そうだよね、2560で次不屈唱えられるから、まあなんとかなると思うんだよね。3分持つとはなかなかのものだな。お、来た来た来た。いやーでもなんかそう取られてもさ、しょうがないよね。実際トライボンバーで結構減らしたからね。こいつはあれかな、なんか過去に正義とかそういうのを否定される事件が起こったのかな。ロボットに対して死ねっていうのも、なんだろうね、表現的にいいのかね。何？長距離射撃。うわ、めちゃくちゃやられている。トライボンバー。量産型でもうできてんの。完成形と言ってほしいな。ウォルフガング、メガノイドの遺産、ニーベルゲン。メガソニック8823軍団だ。噂の波乱万丈か。
タイタンカンヒア。世のため人のため、悪の野望を打ち砕く大ターン3。この日輪の輝きを恐れるならかかってこい。波乱万丈。予備戦力も投入してきたか。あれって何増援が来ないようだな。あ、もしやもう始末された。それは俺たちが始末したぜみたいな感じで。ほらね。あ、徹夜じゃん。なでしこも来たか。12機。てかもうさ、100式とマーク2は出さなくていいよね。で、ハサウェイ、トビア、ガードダイバーは出そう。エステバリスも出しておくか。あと1機ってことはさ、漏れるやつがいるんだね。グレートマシンか。鉄矢。そこに龍馬はいるか。いや、いない。それってちょっとおかしくないって。グレートマジンか。名前じゃなくて姿も似てるぜって。そっちの世界にバジンガーがいるのか。やはりあるのか、合体攻撃。こいつめっちゃ囲まれてんな。ジョー、分かったって。ただジョーなかなかあれだね、正々堂々としてるね。いやー、飛竜まずいだろあの位置。速攻で取り囲むよ。何こいつは一騎打ちか。エースのジョーって自分でエースって言うのか。大丈夫かな。直感があって、あ、そうか、靴複数持ってんのか。で、縦一文字切りがもういきなりいけるね。そうすると 100%、 1万5000まで減ってるわ。よくやった。よく気がついたな。ロボットの中から殺気が感じられるのか、すげえな。
いやそういう依頼だからね、だって生まれながらのハンターだからだ。これでいくつ当たるかだよな。ガイ、ドーリン剣で一気に片付けるぞ。了解。ドーリン剣。ドーリン剣。さて、一撃。で次反撃して次のターンで倒そう。たまるく間合いを詰める。ダメージはゼロだ。バリアというのはいいものだな。確かこのバリアって1000だよね。ってことは1000も当たんなかったってこと。まああいつに任せて大丈夫だな。減らしておいて正解だったな。なでしこでゼータ、ダブルゼータ、クロスボーン、主人公もうちょっと出したかったけどしょうがない。クスイガンダムも前線に出したいな。あとは街でいいかな。あれなんかケチってんだけど、シグナルビームで。まあ次動力剣使えば倒せるよね。底力のレベルが高いとね、防御力がだいぶ上がるから厄介なんだけど。まあ念には念を入れて直感を止めとくか。で縦一文字切り、EX アクションは使えないと。とどめだ。これで決めるぞ。ガイ、了解だ。ファイト。ドーリン剣。ドーリン剣。戦闘時マイト、お前はいつの世も秋の境だ。試しはない。ああまだ完全に使いこなせてないんだ。恐ろしい敵でしたねって二人がかりだったからね、こっちそれさ、卑怯者と言われてもしょうがないよこれはちょっとしょうがないと思うよ。じゃあなでしこは援護があるよね。ってことは後ろから攻撃できるやつ、ザンボットとかどうなの。バスターミサイルか。攻撃の射程はすごいね、やっぱり。でっか。援護します。俺自身が弾丸になる。
しても無駄だ。タイミングバッチリだ。やっぱり援護攻撃をうまく使っていく感じだな。もう一回援護できるもんね。パワー勝負じゃかなわなくてもこのタイミングならいける。大胆系の敵だから多分 L サイズかなこいつら。クリティカルで4000か。最近修正無視は必要かな。最低限の動きでこいつでぶち抜いてやる。 S サイズの機体は絶対必要だな。多分モビルスーツは M サイズだよね。ダブルゼータ、ま、ビームライフルで、あ、ハサウェイって援護攻撃持ってんだ。もらった。え、あとはハイメガ。何？援護攻撃がなしか。なでしこが地上に行けないからか。甘く見てると怪我するわよ。このハイメガランチャーで落ちなさい。てかさ、カミーユ何に乗ってくるんだ。ルールカがゼータガンダム乗ってるってことは。柔道、今の見てくれた？ゼータガンダムが2機になるってことはないと思うんだけどな。リープサッシャー切り裂け、リープサッシャグラビティブラスト。うわ、射程長射程伸ばしたんだよね、グラビティブラスト。艦長、見ててくださいよ。はい、頑張って、ハーリー君。重いかね。データリンク開始。解析結果表示。いけますよ、艦長。グラビティブラストの発射を。修理費っていうか破壊するけどね。ハンディングミサイルも確か射程は伸びてるはずだから。機械が相手なら遠慮はいらない。ハンディングミサイル、これで。サイズ修正無視っていくらかかったっけな。このタイミング仕掛ける。取り回しは悪いが威力は抜群だ。ターゲットサイトオン。いけー。綺麗な花火だぜ。50機になったらエースなんとかとかな、つけたいしな。あとはまた近づいてくるの待ってばいいか。てかこいつだ。あ、こいつは動いたか。マイトガイン、まあ一応近づこう。さてさてさて、ちょっとどうしようかな。フォーメーションを一回組み直すか。グラビティブラストで遠くの敵を狙う。目いっぱい引きつけてください。グラビティブラストで相当します。解析結果表示。いけますよ艦長。ハーリー君、今です。ちょっと待って、少しタンバで、ちょっと動こう。
ダブルゼータはなるべく前に出よう。マップ兵器があるからね。真正面から来るから、こいつで決めてやる。で、あとはこいつ、こいつもここでいいか、ロシュセイバーで倒す。勝率は 50% だが、それを 100% に引き上げる。ダメだ、やっぱり勝てなかった。勝率 50% 多すぎじゃないか。で、薬ガンダムは全面に出るでしょ。突っ込む。これくらいかわせないようじゃ。で、ゼータはなるべく後ろからハイメガで攻撃していこう。ちょっともったいない気もするけどね。トビアはここで一勝。これが海賊流だ。終わりだ。復讐してやる。覚えとけよ。こいつはちょっと根性あるね。段差があってさ。マス目的な問題が、1、2でしょ、1、2でしょ。ここにいよう。劣化もったいないけどしょうがない。犯罪者はお縄につきな。距離を頼む。お箱で行く。全弾打ち込む。大サービスだ。終わったか。こいつから逃れる術はないのさ。で、ハイメガで、まあ、狙えるやつを狙おう。この一撃で終わりにさせてもらうわよ。落ちなさい。ウォルフガング様のためにも倒れるわけにはいかん。次はこ、まあやっぱりね、ゼータは普通に強いよな。G コンビネーションだね。悪いけど手加減なんてしてらんないから、行くよ。ウィングガスター、竹を打ち込む。93とかなんでこう微妙に残るかな。バリアって本当に便利できる。本当便利だよな。クレートマジンガーをちょっとここに置いといて、こいつは所詮は援護機だからな。どうしようかな。ザンボットバスターでいいか。ちなみにあるの？あ、ある。無敵ランプ3アタックとかめっちゃ強くね。ザンバスターで倒せるかな。倒せるね。
これが飛竜の完成形か。絶対飛竜の方が強いし。まあ、人がいいとか。マジ出遅れてんな。で、ハイメガが、使えない。こいつを倒さないとダメか。マイクロミサイルがね、マップ兵器であって、着弾式だからね、結構使いやすいと思うんだよね。3体か。まあ、やるか。マイクロミサイル、発射。削りには全然いいな。役立つ。で、グレートマジンガー。グレートタイフーンでこいつを倒そう。戦闘がオフになってたな。まあいいや。で、ハイメガキャノン。トビアが当たるね。3000、4000、4000ってどうなの ?4300 か。トピアを直感かけるか。もったいないけど。で、誰だこいつか。パーツ。フェアリーブレス。で、ハイメガキャノンをぶっ放すと。これ以上やらせるかよ。一気にいくぜ。ハイメガキャノン、いっけー。ダブルゼータはね、ハイメガキャノンを使ってなんぼっすから、ね、いいねー。もうこいつらじゃ届かないか。なでしこならいけるでしょう。ウォルフガングか。頼みます。僕だってやるときはやります。思いかね、データリンク開始。解析結果表示。いけますよ艦長。グラビティブラストの発射を。わしも随分と甘く見られたもんじゃの。天才ウォルフガング様に対して失礼なやつだ。悔しい。敵を見送るだけとは悔しすぎる。このさ、機体もさ、複雑式なんだ。きつくないか。もう射程の外からどんどん攻撃していこう。帝国はした。覚悟があると認める。こいつからは逃げたって無駄だ。そこだ。思った以上にやりようのね。あとは多分届かないよね。もうくる頃にはヒットポイントが半分以上減ってるっていう。悲しいな。ウォルフガングをもう一回攻撃するか。ハイメガで減らしておこう。 68% か。それなりにあるね。ひらめき使って。この一撃で終わりにさせてもらうわよ。落ちなさい。3000しか当たらない。調子に乗るのもここまでにしておけよ。じゃないとこちらも本気で怒りますからね。どっちを見てもガンダムガンダム。うっとうしい。このビームライフルをそんじょそこらのものと同じと思うな。うわ、確かにすげえビームライフルだ。そんなのガンダムには当たらないんだから。ビームマグナムみたいな感じだな。先にこいつを倒しとこう。サンダーブレイク。サンダーブレイクもやっぱりエネルギー使うね。街を混乱させる犯罪者め。組織の財政は持たない。お前の超技術我々がもらう。特製ビームライフルをお見舞いしてやる。随分と興味のいい攻撃だな。仲間
様の攻撃を無駄にはしない。バングレーの火力を見せてやる。必ず復讐してやる。覚えとけよ。5700か。マイトガインスマッシュヒットを使ってちょっとまあ確実に倒すか。薬ガンダムの援護も入るしね、大丈夫だとは思うんだよな。お前の破壊ロボットは私が倒してみせる。これで決めるぞガイン。了解だファイト。ゴーリンケン、ゴーリンケン。おお、わギリギリ倒せないけど、誰がどう見てもこちらの不利か。わしの邪魔はさせんぞ勇者特急隊。敵を最後を捉えました。圧倒の攻撃など通用するものか。体勢が崩れたこの隙に誘いに乗ってくれたか。え、ちょっと待って。誰がどう見てもこちらの不利か。弱すぎるだろ。こっち何持ってんの。底力3のガード、ガードにレベルとかあったんだ。なるべくこいつで倒したいからな。もう一回誰かでちょっかい出すか。そうするとこっちでいいか。ちょっとサクッというかサクッと。痛い。まあいいか、そのまま同輪剣。OK、 フライトモジュール、なんか思いついた。メガソニック8823って8823って何？パイロットの腕の問題ではないんでしょうか。こいつは4人も乗ってっからだよ。を確認と。ああトライボンバーやられちゃったからね。マイトガインもな、改造してあげようか。まあ、改造しないけど。社長いいね、社長。金がね、これで4500しか入んないからな。タックゲインだな。これタックゲインにした方がいいね、やっぱり。もう帰らんないけど。なでしこ B ブリッジ。あ、一回合流するんだ。キラヤマとアスラン、シンアスカ、ルナ・マリア・ホーク。まずは火星の後継者と決着をつけるのかな。アウト工場地下格納庫。
あ、スポンサーなんだ。そうだよ、波乱万丈は大金持ちだよ。いいなあ、優秀なスタッフがいて。こいつらマジかぶってんな。相手、おお、徹夜がやるのか、厳しそうだ。俺は少々荒っぽいぜって。パイロットも大変だよな。合流しましたと。シンとキラとアスラン、ルナマリア。アナザーガンダム系がこっちにいるんだね。クロスアンジュのさ、人たちがさ、なんかすげえわかんないんだよね、機体が。味方のヒットポイント20倍か、減少。フルコートアーマー。
サボーダーが使えるようになったね。とりあえず空席は適当に埋めとくか。ちょっと待ってね。参加人数かける20のタックポイント。撃墜数はね、結構重要なんだよね。撃墜数はね、上げたいやつをやりたいから、キラーでしょ？アスラも一応上げと、あー、待って待って、刹那上げときたいな。シン、アスカどうする？一応入れとくか。5人だからね。で、戦艦のスメラギも上げときたいでしょ？あー、テッサね。テッサも上げときたいからな。これでいいか。で、あとは、一括で OK。ゴー！あれ？オーダー実行効果。で、経験値上がって、お金を手に入れて、よし。サブオーダーな。人が多ければ、もう一枠ずつ、増やしてもらってもよかったと思うんだけどね。まあいいか、そういうシステムだからしょうがない。でまたファクトリーの話を聞くと、おお、タック100。で、フルコートアーマー。おお、まあさすがに強いね。1400か。あ、ブースターが売ってる。ブースターね、ちょっと買っときたいんだよね。あとはいいかな。リペアキットとかも別にいらないからね。移動力はね、やっぱり上げておきたいから。で、これはもう終わってるから。サイズ修正100円か。どうしようかな。一応1個持ってて4つくらい買っとくか。プログラムでまずは柔道、もちろん底力じゃなくて柔道。レベルごとに1サイズずつ無視でしょ。とりあえず1個だな、ガンダム系は。でハサウェイもつけるでしょ。トピアもつけるでしょ。うわ、こいつらもいるんか。そういえば。マジか。サイズ修正虫結構いっぱい必要になりそうだな。てか、主人公どうなってんの？主人公は、機体サイズが M か、やっぱり。主人公つけとくか。ちょっと待てよ。そうするとな、こいつもつけたいからな。で、グルンガストは L かな。あ、 1L だね。OKOKOK。 で、あと機体は1234の1234と。とりあえずみんなこれはやっておこう。ディスティニー。シード系を誰使うかだよね。ストフリはスーパードラグーンがマップ兵器。絶対強いからな、ストライクフリーダムとか。インフィニットジャスティスって連携攻撃あんのかな。フォースインパルスか。フォースインパルスはちょっとな、いいかな。で、ダブルオークアンターで、サバーニャでしょ。プトレマイオス、まあこんなものかな。というところで、じゃあ第17話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。